今日の阪神 VS 広島、佐藤輝明の独壇場。佐藤輝明の試合、佐藤はいつも自分で打ってその後エラーで帳消しする狙ってるのかなと思うぐらい。たまにはエラーするよ。前半は多かったけど、ちなみに佐藤より上手いサードは阪神におらんぞ。一点持てるなんだから他が頑張ればいいだけでは。しゃあはぁ来た。はぁ、入った。マジかよ、またまたテルムラン WW。 佐藤取り返した。佐藤テルの独壇場、自作自演すぎる WW。 エラーしても即返すプロやで。広島市、美佐藤明。低め好きなんやな、そればかりか。振りなさい。佐藤一人でやってるな。まあ混乱できるのはうちではこいつだけだわな。狭い球場やっぱええな。ライトへレフトへホームランバースやん。テルはどう評価したらええんや。テル一体何やねんこいつ、褒め言葉。7月マジ10本あるでテル。すげえ、テルが目覚めた。なんとら速報、まあ、これからも阪神タイガースの動画をお届けするので、阪神ファンの方はチャンネル登録の応援よろしくお願いします。